熊野神社は、山梨県甲州支援山熊野に鎮座する神社で、熊野号一帯の鎮守者である。また、拝殿、本殿二棟は、国の重要文化財に指定されている。神社の創立は明らかではないが、江戸時代後期に成立した、飼いの国史書州の社記によれば、主張年中期州の熊野より勘定され、熊野里の鎮守者として成立したとされるが、 10世紀初頭の演技式新名帳には当社に関する記載は見られないことから主張年中の創立を否定する説もある。平安時代後期には、後白河法王の直により、熊野本社の菊を取って、社殿を混流したものと伝えられている。古来より、熊野大権現と呼ばれて、周辺の人々の損数を受けてきた。近世には会における、熊野四書霊上の一社となる。 祭神は、イザラミ村、ハヤタマダン村、コトカダン村、アメノオシホウミミノ村、ニニギノ村、ヒコホホデミ村の六座を祀っている。拝殿本殿拝殿は東西に、石垣で三区画された、社域の中間部に位置する。桁行五軒、張間三軒、一重入りもや作りで、屋根はかやぶきである。柱は、面取り角各中で、中上の組物は船ひじきとし、 正面五軒の内中央柱間を大きく取り、真草張りを入れ、吹き放ちの出入り口となっている。その他の柱間は、腰眼下部を間板張りとし、腰抜きと内包管の間を吹き放ち窓にして、その上部は漆喰塗りの壁である。このように開口部はすべて縦具を入れず開放的であり、建物の周囲には切り目園を巡らし、小規模で簡素な建築ではあるが、一重の 入りもや作りのかやぶき屋根と共に美しい姿を見せている。1549年に建立。本殿は境内を皇帝三段に区画された奥の高所に、本殿六棟が東西に並列、南面して建てられている。西から三棟は江戸時代の再建で旧館を失い、次の一棟は再建ができず、長子に変えられ、その東に並ぶ二棟が重要文化財に、 指定されている本殿である。この二棟は、各一軒者、住木入りかすが造り、日和田武器の小規模で簡素な建築である。この本殿二棟の建立年代は、各章を書くが、構造手法から見て、鎌倉時代と考えられ、記録に示す文法二年の造体のものではないかと、推定される。山梨県の文化財ガイド。ありがとうございます。